こんにちは。今回はですね、久保田望さんという方を紹介したいと思います。も私も2、3日前までは知らなかったんですけども、調べて知れば知るほど、あ、こんなすごい人がまだいたんだなというとこですね。で、この方は、まあ日本でいう NFT の第一人者というふうに言う方もいるっていう感じですね。まあみんなが一致して言ってるわけではないんですけどもね。えー、よくね、 NFT の第一人者と言われているんですって言いますけども、それ誰が言ったんですかっていうツッコミが入りそうなんで、私言っときますけども、言ってる人も言ってない人もいるってことなんですよ。ただ私も第一人者っていうかね、NFT の代表的な人の中で、まあ、今のところね、まあ、一番すごい人じゃないかなというふうに思いますので、ちょっと紹介させてください。えっ、ー、と、現在ね、えー、クリエイズ・ネクスト CEO、ファウンダーをされております、久保田望さんは、えー、ニューヨークの生まれで、慶應技術大学に、えー、卒業して、 15の時に初めてプログラミング開発をして、ユーザージェネレーションドメディアを構築したという、これだけでもなかなかのもんですよ。で、大学在学中の19の時に起業して、現在17年目です。まあですんでね、まだ若いんですよね。40にもなってないのに、もう17年も会社をやっていて、で、19歳の時に起業ですから、もうなんかね、すごく進んでますよね。あなんか、 若いやり手の代表格みたいな感じですよねはいで東京大学大学院、えー、工学系研究科技術経営戦略長いですねちょっと読みきれませんすいません長いんで <laughs> 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 でえっ、ー、とまあこのねえっ、ー、と何ですかねここを終了したよってことですなんかよく分かりませんけどすごいところを終了したんでしょ私も知ったかぶりはしませんけどもね今初めて知りますこういう役職があることで魔者通工科大学おこれすごいじゃないですか MIT これはすごいですよやっぱり 期待の天才ですねで2019年2020年には3万7000名の中から日本一のウェブ解析士として2年連,連続で選出されているというとてつまない方ですよね逆にこういう方のことを知らずに、まあ、メタバースとか NFT とか言ってたら恥ずかしいってことになってきますねだからやっぱりねそのその道のプロのことは知っときましょうってことがまず大前提ですそして今回なんでこの久保田さんのことを紹介したかというと、まあ、NFT のね我々の会社のことも関わってるんですよ あのプリンシー・デジアートにも大きく関わってる久保田望さんなんですけどもこの方がだからうんとねこういうふうにツイートをしてますえー、ちょっと待ってくださいもう一回開きますすみませんどういうツイートかというと「えー、マイケル・ジジャククソンの M J T の MJWWT NFT プロジェトトで N アートを作りました、ねえー、ブラック・オア・ファイト」の曲でも人種問題にも大きな関心を寄せていたマイケル一方で彼の死後 ダイバーシティへの関心はより高まっています。そんな中、ダイバーシティ自体の概念が拡張しているのではないでしょうかということで、確かにここにマイケル・ジャクソンらしき人物がおりますね。これね。この NFT アートってやつですね。はい。で、次のツイートちょっと見ていただくとお、すいません。またミスりました。こんな感じになってます。次のツイートね。はい。英語の苦手な方も大丈夫です。 ままたた間違えましあと、ね、で先ほどのツイートはあーまたやりますんでねで肝心なのがねあのー「エグザイルだったかな関口メンディーさんって方がこの久保田望さんのおプロジェクトについて関心を寄せているのが2022年8月8日のツイートを見てからなんですよこのプロジェクトめちゃくちゃ気になりますということで関口メンディーさんがリツイートされてるもんですから久保田望さんのところに マイケル・ジャクソンのデジアートのことでお問い合わせがかなり来てるかなっていうところですね。えっ、ー、と、いいねがこの時点で1603、えー、でリツイートが84件ということになってますんで、えー、まだね、あまり知られてない、えー、NFT のことについてはあ、かなり最先端を言ってるんではなかろうかと思われます。うーん、まあでね、あの <laughs>、えっと、一つの見方として、デジアートの AI 特許を5つ持っている天才プロデューサーとしても有名な久保田望さんですよこのツイートに EXILE の関口メンディーさんがリツイストしたということなんでマイケルのデジアートの存在がかなり広がっていてどうやったら購入できるのかというふうなお問い合わせが来ているということですまあマイケルのデジアートを私たちがどう購入すればいいのかいくらなのかってことはもうね知ってる部分だと思います えーと改めて申し上げますと買い方にもよると思いますがあマイケルのデジャート初年2200円というねすごいいい価格でしょこれがこれからガンガン値上がりするんじゃなかろうかというのが NFT の世界です NFT にチャンスがあるってのはどういうことかっていうとやっぱ先行して NFT のあのー、なんか創作物を買っといてねクリエイターさんが作ったものアートを買っといてそれがあとからあ骨董品のように値段がバンバンバン,バンつくことを ニヤニヤしてみてでいい感じのところで売り抜けるって感じですよねで買った人はまたその高値からまたさらに高値をつけていくってことになると思うんですよでここから私のいつもの考えですけども最初は爆発的に NFT っていうのはね広まっていくでしょうでもその代わり NFT アートが儲かるってことでアートを作り続けると今度はアート一個一個の価値が希釈する薄まると思うんですよだって NFT アートがね10個あったらもう世界に10個しかないからそれは高値で。 取引されることになると思いますけども十万個になったらさすがにありふれてきて珍しくないそんなものってなるでしょうん。だからこれをどういうふうに捉えるかなんですよいつ参入していつ離脱するかってことをきちんと決めてやればいいということでございます他に言うことなかったかなうん。ね、ちょっとね久保田さんのサイトをちょっと見ましょうかこうやってね久保田のぞみさんのことも よく知っいいいいた方がいいと思いますね NFT をもしなりわいにするなら興味があるならほとんどの方が NFT が儲かりそうだってことで着目はしてますけどもどういう仕組みでそこに財が行き来するのかってことはあまり分かってないんですよねえ例えばこの久保田望さんは絆愛っていうねなんかバーチャルアイドルさんとこうやってライブみたいなこともしてるみたいですねとということはキズナアイの ファンの方も久保田臨さんは知っているつまりあのブロックチェーンだアゴン通貨だ NFT だって言ってる人よりも絆愛のファンの人の方が久保田望さんは知ってるってことなんですよこういった感じで先行指令機ってのがあちこちに行くわけですよねんこんな感じですかねいやでも難しそうだななんかね介護施設に騙されるなね <laughs> ということでございます それではまた連絡します。うん